はい、皆さんこんにちは、ふみちゃんです。今日もこの後、たくさんね電車を撮影したいと思います。今日はまだ、お昼前ですね。夕方までたっぷり時間があるんでね、いろんな場所でたっぷりとね電車を撮影していきたいと思います。それでは目的地に移動したいと思います。まずね、今日の1本目は2053番列車トヨタロングパスエクスプレス、下りトヨタロングパスエクスプレスですね、撮影したいと思います。はい、では無事2053番列車をね浜松駅にて撮影しました。さあ今日はね EF66 の27号機がねダイソーで入っていたんでね急遽撮影しました。さあこのねトヨタロングパスエクスプレスはね何度も撮影する列車なんですけども、この下りのね2053番列車に限っては本当に2年ぶりぐらいのね撮影になると思います。というわけでね、次の列車を撮影しに場所を移動したいと思います。はい、撮影地に到着しました。そして目的のね、列車5073番列車、ただいま西浜松貨物駅に到着です。はい、7090の飛行機が続いております。今画面一番奥のね、地下通路があるんですけどもね、地下の線路を通って、西浜松駅コンテナホームへとコンテナは運ばれてまいります。タイミングよくね、7090の引き込みとね5073番列車のね、発車シーンが、同時に見れましたね。うまい具合に平行走行がね見ることができました。はい、ここからさらに西へ移動したいと思います。
名湖にかかる第二浜名橋梁へやってきました。ここは本当電車をね下からのアングルで撮影できます。しかも距離もかなり近いのでね、迫力ある絵が撮れると思います。舞坂駅にやってきました。ここのね上り列車の、ジョイント音がね非常に好評ですので、1050番列車はここ舞坂駅で撮影したいと思います。浜松市並びに隣の湖西市郊外でのね撮影を終えました。今からね浜松市中心部に戻りまして、残りのね列車は全て浜松駅で撮影したいと思います。はい、再び浜松駅に、ね、戻ってまいりました。ここからね時間の許す限り、撮影を浜松駅でしたいと思います。次の貨物列車までしばらくね時間がありますので、その間、東海道線旅客列車をしばらく撮影したいと思います。
全ての列車の撮影を終えました。今日はね、もう目いっぱい時間の許す限り15分以上の、ね、列車を撮影することがねできました。ちょっと長めの動画になってしまいました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。